どうも、ラモーンと申します。よろしくお願いいたします。今回は、ペナントレースの検証動画。前回作成した、ガルベス選手を、引退するまで、オートペナントしたら、どういった成績を残すのか、という動画になります。早速やっていきたいと思います。はじめから。よし。やる球団は、巨人で。で、ガルベス選手を入れていくと、入れていきましょう。ということで、ガルベス選手を入れ終わりました。能力は、前回の動画と同じ能力ですね。正直、その、星の数値がそこまで高くないので、ひょっとしたらあんまり活躍しないかもしれないですね。で、年齢も32歳から始めるんで、おそらく、まあ、そんなに10年やれたらいい方かなと。じゃあ早速やっていこうかと思います。じゃあやっていきます。ほい。1年目は見ていこうかなと思います。どういった成績を残すのか。まあ、巨人強いんでね、優勝するような気がしますね。ただヤクルトもペナントかなり強いんですよ。あ、でも、微妙やな、今のとこ。2位、3位を行ったり来たり。4位になった。離されたぞ。どうだ？後半戦が始まるか。メイクドラマ。ペナントの話めっちゃ弱いんですよね。大概最下位。パリーグは、セーブと。あー、カープっすね。お、CSI いけた。あー、でも無理か。はい。ということで、1年目が終了しました。成績を見ていきましょう。ほい。ほい。投手。お！防御率は、4位と。投球回は6位。勝率は、まあまあかな。お！最多勝だ。あ、やるやん。菅野さんに勝ってるぞ。やるじゃないか。まあこれで見ていきましょうかね。うんうん。関東、じゃあ完封3、関東4。うん。ああ、思ったより、いいな。なるほど。お、坂本さんが。回る。なんでこれで優勝できないんだ？おかしいな。投手が3人か。3本柱。個人タイトルは、なぜ3位だ。ちょっとよく分かれへんな。そうか。ということで、引退するまで回していこうと思います。よーし。2年目は優勝。取ろうぜ、日本一。さあ、ソフトバンクと CS 勝てるかやな。CS、お。わあ。ガルベス選手が成長タイプ。極端って何？初めて見たんだけど。どうなんねやろ。今4年目で、まあ、能力は特に何も変わっていないんですが。
まあ、一応成長時期は今全盛期ということで。どうなるんですかね？急にガクってくるのかな？ほ。あれ？ガルベスが13勝。コモリ？謎の投手、コモリ。誰？コモリ？お前。強えな、お前。1年目のやつか。やるじゃないか。はい。6年目のガルベス選手の能力です。少し、球速などが落ちてきました。あと、打球反応が、悪くなったと。特にあとは、まあ、9位かな。9位が、ムービングとツーシムが少し下がったという感じですね。うん。ガルベス選手がついに先発ローテーションを外されました。能力はこんな感じです。はい。ということで、ガルベス、ついに引退と、7年目。10年持たなかったですね。まあ、能力パッと見やと、なんかそんなにね、弱くなったような感じはないんですが、星の数値を見るとかなり下がってるなと。うん。長い間、ご苦労様でした。引退したガルベス選手の成績を見ていこうと思うんですが、殿堂入りしなかったので、この選手名鑑で見ていこうかなと思います。抜群のコントロールが売りのベテランは。なるほど。で、年度別ですね。まあ、初年度に最多勝を取って、他にタイトルはなしと。まあ、なんでしょうね。急に本当にガクッときた感じですかね。うん。まあ、成績だけ見れば、リアルっぽいなっていう。ちょっと防御率がね、途中から、高めになってしまいましたが。あ、野手成績。おー。さすがにホームラン打ってないか。初年度は打率も、2024年なんて、結構いいじゃないか。打撃上げといてよかったな。あ、2019年最多勝、2021年オールスター。なぜ2021年なんだ？成績あんま良くないが。シーズン記録。シーズン記録じゃないな。歴代記録。この辺は乗らないか。さすがにあの成績では、乗らないな。うん。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。次回また動画出すと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。では、失礼します。